ちそうしばらくしばらくお待ちください金高藤九郎はそわそわしながら急に表を上げていったただいまのお達しの御意いま一度仰せ聞けられとうございますその必要はない老職水野守名は 東九郎がそう言うだろうと兼ねて帰していた様子で、荒の方へ目をやりながら言った。来たる六月より勝ち組支範を免じ、地層版を仰せつけらる。それだけのことだ。分かったら下がってよろしい。それはその、ご上位でございますか。もちろんのことだ。 もしや人違いではございませんか。金高には与右衛門もおり、現場もおります。私に地層版のお達しは、地と下しかねまするが、穏やかならぬぞ、金高。主名はきっと振り向いて、おみの御意を不服だと申すのか。もったいない。決してさようなことはございません。決してさような。 では、ありがたくお受けをするがよい。はあ。ト九クロウは手を挙げて額をこすった。日に焼けたたくましい額から横瓶のあたりを手でこすりながら、しばらく吐息をついたり膝をもじもじさせていた。彼がそんなに落ち着かない様子を見せるのは初めてである。 よっぽど巨衆に悩んでいたらしいが、やがて心を決めたと見えて、太い眉をピクリとさせながら言い出した。誠にわがままな申しようではございますが、ご老職もご承知のように、私は武骨者で、礼儀作法に疎く、誠の野人でございまして、とても地層版などという堅苦しいお役は、 つとまりかねるかと存じます。だからどうだと申すのだ。つまりその、あれでございます。その、わたくしごときものには。お受けはならぬというのか。ひらに、ひらに。とうくろうは、両手をおろしながら言った。 ご老職の格別の口添いを持ちまして、この儀はごめん願えますよ。おとりなしのほど、平にお願い申します彼の額には汗が滲み出していた。ご上位に背いてもお受けはならぬと申すのだな。務まりかねるお役とわかっている者を、お受け申して過ちをしでかしますよりは、 はじめから辞退するのが死闘だと存じます。シュメは眉を潜めてじっとトくクローを見つめていたが、やがて静かにうなずいた。よし、ではそのように言情しよう。トウクローは退出した。バカなことだと思った。おそらく何かの間違いだろうとも思った。 金高東九郎は五百石の番頭で勝ち組の支配をしている。年はその時26歳。まだ独身なので方々から随分縁談があるが耳も貸さない。彼は自分で言う通りの武骨者で野人でこの数年来勝ち組に野戦の訓練をさせることに熱中していた。 岡崎は西国諸藩に対する江戸幕府の第一線である。どのようにも武を練って万一の場合に備えなければならない。彼はそういう信念を持っていた。これは決して架空な心配ではなかった。幕府はすでに三代家光の世になっていたが、太平の石は まだ不動のものではない。一例を挙げてみると、寛永十一年に家光が上落したとき、帰りには名古屋城へ立ち寄ると言いながら、ある事情からにわかにそれを取りやめて彦根城へ入ったことがある。万端の支度をして待っていた大納言吉直は非常に怒り、 かようなお扱いを受けては、天下に対して微州の面目が立たぬ。所詮城に立てこもって将軍家に一合戦挑むより他はない、と決心した。その時は、キーの頼信が共感してことなきを得たが、三家ですら一つ間違うとそういうことになる状態なので、岡崎の位置は、 まことに重要だったのである。だから、東九郎の野戦訓練は徹底的だった。干暑晴雨にかかわらず、矢作川を挟んで常に武者押しの行われない日はない。そして、あるいはその戦闘に馬を借り、また、再犯を手にしっこする彼の姿を見ないことはなかった。しかも、 そういう時の彼は正紀はつらつとして全身が炸裂する弾丸のように見え、その圧力をもって百戦の人数を自由自在に動かしていた。これが金高徹郎の本領であった。無愛想で口下手で性質はどちらかというと粗暴で人好きの悪い方だから常駐の務めなど あまり評判が良くない。ただ勝ち組を指揮して野戦の訓練をするときだけが最も得意でもあり、その人柄にぴったりしているのだ。ところで地層版とはどういう役だろうか。二。岡崎は東海道の主要な駅の位置にあたっているので、 三勤交代で上下する諸大名が絶えず止まるし、尾張、キ伊の両家はじめ、幕府重職の宿泊することも多い。それで、左方ぶれ、地層ぶれというものがあった。左方ぶれというのは、町役人の方の務めで、町の騒音を取り締まり、道を清めたり、 水手桶を出したり、森綱をしたりするのである。思想ぶれというのは、宿泊する大名の格式によって、出迎え、見送り、宿所の世話、接待、共応などをすることで、主に町奉行がその章に当たっていたけれども、別に専門の者がいて、上中との間を圧旋した。 これが地層版である。ことに微集家や奇宗家が止まる折には、お話し相手にも出なければならないので、儀式作法に詳しく、また目端の利くものでなければ務まらぬ役だった。東九郎が半ばは呆れ、半ばは怒った理由が、これでよくわかるであろう。地層版と彼とでは、 およそ円の遠い話である。何かの間違いだろう。そう思ったのも無理ではあるまい。しかし、同職にはっきり断ったので、彼はそのことについては安心していた。ところが、その翌日のことであった。途上しようとしているところへ、死者が馬を飛ばしてきて、 おかみのお召しです。と伝えた。すぐにお上がりください。ジョールリ・クルワにおいで遊ばします。受けたまわった。すぐに思考をつかまつる。地層版のことだなと直感した彼は、叱られた時の答弁を考えながら馬を飛ばして途上した。ジョールリ・グルワというのは、 岡崎城の東北の隅にある一角で鉄砲窓場がある。藤九郎が参入した時城主水野忠義はそこで射撃の稽古をしているところだった。忠義はその時四十一歳。小柄な肥えた体つきで蜂の開いた大きな頭とへの字なりの口つきに特徴のある 精巧な風貌をしていた。もっと寄れ。東九郎が思考の根性をすると、忠吉は振り向きもせず、銃を取って遠い的を狙いながら言った。昨日、朱芽から申し出した沙汰。事態を願い出たそうだな。は、誠に恐れながら。言い訳無用。 ダーン銃口が火を吹いた。東九郎にはその爆音が主君の叱咤の声と思われた。忠吉はまだ煙を吐いている銃を自身に渡し、玉米のしてある別の銃を受け取って再び的を狙いながら行った。武骨者で礼儀作法に疎いから務まらぬと申したそうだが、 世には世の思うところがあって命ずるのだ。事態はならんぞ。はっ。トークロウはきっと唇を噛んだ。わかったら下がってよし。叱られたらこうと考えてきた答弁を口にする暇もなく、トークロウが平服する頭上で、ダーンとまた銃口から火花が走った。 その二発の銃声は明らかに忠義の怒りの表明に違いない。東九郎は一言もなく退出した。その年は参勤出布に当たっていたので、六月に入るとすぐ忠義は江戸へ去った。東九郎は地層版になったものの、はじめから警部している役目なので、ともすると、 バカバカしいという気持ちが先に立ち、心からお役を務めるという気が出てこなかった。例えば、地層板として大名の役所へ挨拶に出ると、そのまま帰れる時もあるし、止められて、杯をもらう折もある。そういう時には、自然と話し相手をしなければならない。それも、 興味のある話題でもあれば格別だが、相手が大名のことだから話すことはおよそ決まっている。剣持忠義の父、万象院殿の逸話を聞きたい。岡崎の槍組は評判であるが、どのような朝練をするか。御神君より配慮の兜があると聞くが、拝見願いたい。剣持殿は、 岡崎城に一人も夫人を置かぬと聞いておるが事実か事実なら側近のように不自由と思われるがどうか岡崎は武士気質の激しいところだというが、一体その岡崎気質とはどのようなものかそういう程度の質問が多い。東九郎はいつも相手にならず、 一向に存じません。私には愛わかりません。大抵そんな風に答えて知らん顔をしていた。それも思い切った不愛想さで、全く地層版などという感じではない。一緒に行く町奉行がたまりかねて、幾度も注意をしたが、拙者には拙者の務め方がござる。 これでいけなければお役御免を願うよりいたし方がござらぬ。そういうだけであえて改めようとしないばかりか、さあ来いという態度さえ示すのだった3。夏去り、秋去り、やがて新しい春二月を迎えた。藤九郎の地層版は、 ととももかくも無事にとつき余り続いた。そのような勤めぶりで大した過ちも起こらなかったことについては彼はその主君忠義にもっと感謝しなくてはならなかったのである。なぜなら剣持忠義はその頃無双の荒大名として定評があったのでそのような風変わりな地層版が出ても 宿泊する諸公の方で早がてんをして、また剣持の嫌がらせであろう。これはうっかり文句をつけると、どんな理屈でやり込められるかもしれない。触らぬ神にたたりなし。というほどに考え、わざと知らぬ顔で済ませたのである。塔九郎は、無論そんなことには気がつかなかった。彼には、いつまで経っても、 その役目がつまらなくて、自分が馬鹿にでもなってしまいそうに思えた。第一、激しい野戦訓練で鍛えてきた五体の節々が、四終むずむずとうずくようでやりきれなかったのである。こうして二月の半ばになった一日、彼は老職の部屋へ呼ばれた。行ってみるとそこには、 過老の背後を現在門と水野修恵とがいた。今日は少し相談がある。修恵がまず口を切った。これはお神からのお沙汰ではないが、起床版をしばらく交代してもらいたいと思うのだ。長くではない。この月一杯でよい。役目の表はそのままで、 休んでくれぬか。無論その間は途上に及ばず、屋敷で勝手にしていてよろしい。と現在もんが言葉を添えた。承知なら今からでも下場してよいぞ。全く予想もしない話だった。嫌で嫌でたまらない役目である。本来なら、 即座に承知するはずなのに、道九郎は黙っていた。黙ってしばらく考えていたが、やがて表を上げると、きっぱりとした口調で拒絶した。せっかくのご相談ではございますが、この儀はお断り申します。それはまたなぜだ 何故かと申したいのは拙者の方でございます。第一女将のお沙汰でなく役目交代とはいかなる司祭あってのことでございますか。主名は過労の目を見た。まさかこう反問されようとは考えていなかったのだ。しかし現在門はすぐ頷いて。そうか。 では、その死災を聞かそう。と、形を正して言った。実は数日うち、尾張大納言家が当上海お入りになる。本来は五月下旬の御参勤であるが、今年は急に繰り上げての御出布だとある。尾張様と五当家女将とは、 かねてより、いささか行くたてのあるお間柄であるし、また、お神の留守城へお迎え申すことゆえ、地層ぶれも格別吟味をせねばならぬ。その方従来の勤めぶりで、万一にも、大納言家の御意に逆らうなどのことあっては一大事と考え、重役度も相はかった上、 一時お役を交代したらということになったのだ。東九郎はようやく老職たちの気持ちがわかった。大納言義直と水野忠義とは随分以前から半目の間柄にあった。例えばある時江戸城中において義直が忠義に向かい、岡崎は 名古屋のおさえなりと聞くが、まことであるか。こう尋ねた。ただよしは、その喧嘩に仰せの通りと答えた。遠慮のなさすぎる返事である。よしなおは、強いて笑いながら、では余が軍勢を催して攻め寄せたら、見事防戦してみせるか。 大勢までもなきこと、微州家において、西三十三カ国の軍勢を借り催し玉夫とも、岡崎一条にて、二十日は食い止めてみせます。そう言って忠義は公然と額を上げていた。それからまたある年、忠義は、自ら家臣二人を伴って名古屋に潜入し、 終わり家の武備を探索し、その白堀の新鮮まで密定したことがある。その時、吉直に偶然それを発見され、危うく捕縛されかかったが、身をもって逃れた。吉直はこの時のことを憎み、あの折、忠吉を打ち漏らしたのは何より残念なことだ。と、後々まで悔しがっていた。 そういうわけで、終わり家とは難しい関係にあったから、主君の留守城でもし間違いでもあってはと、老臣たちが考えたのは無理のない話なのである。東九郎はその思祭を了解した。よく愛わかりました。しかし、と彼は眉を上げていった。 大納言家だから、拙者ではお役が務まらぬというお考えは、いささか合点が参りません。たとえ御三家、御三卿将軍家が御宿泊遊ばしましょうとも、お上より仰せつけられました地層版は、拙者の役目でございます。せっかくのお話ではございますが、お役交代はお断り申します。そして彼は、 きっと口を閉じた。四。東九郎のゴンクには一歩も譲らぬ決意があった。そうなるともう説得のしようはない。現在門と主馬は交代を断念した。しかし、この度だけは特に過ちのないようにと繰り返し念を押したのである。 数日後に、終わり家の行列が岡崎へ到着し、吉直は宿所へ入った。美州、紀州の宿泊する際は、城下町は掘ら貝、金、太鼓を禁じられる。町奉行が小頭一人、足軽三人を連れて城下外れまで出迎え、続いて宿所へ到着の衆議を述べに出る。 そして上中から家老が地層版を伴って至高家老は周儀を厳重して退去し、地層版が残るのである。東九郎が吉直の御前へ呼ばれたのは、宵の七時頃だった。吉直は、その時四十八歳。白面の肥えた体つきで、目尻の切れ上がった僧帽に、 激しい光のある鋭気活達な風貌を持っていた。前にも記したが、将軍家光の仕方が無礼であると言って、まさに兵を挙げようとしたことがあるし、寛永十八年にはまた、家光の聖子竹千代が三能者に猛ずるにあたり、美、気、水、三家に愚部を求めたところ、 大納言の感触にある者が無関の人に武具する例を聞かず、もし竹千代殿が将軍家の子であるからというなら、我らは東昇神君の子である。いずれにしても愚部はならぬ。法を固く拒絶した。この時死者に立ったのは、堺忠勝と松平信綱であったが、それでは、 竹千代に先立って参詣するということで落着した将軍家に対してさえこういう人だったその直上傾向の資質がそのまま僧帽に現れている御前へ進んだ藤九郎は一目見て強い圧迫を感じた「地層役大義である」「杯を取らすぞ」 はっ、デュース、地高、地高。重ねて言われたから、東九郎は執行して、吉直のすぐ近く進んだ。同心の宿所は別であるが、それにしても、その時座にいたのは、若侍七八名で、重役と思えるものは一人も見えなかった。その方、 金高と申したな。は。彼は静かに表を上げた。矢作川は東国の要害であると聞くが、水上より河口まで何里ほどであるか。は、およそ四十二里三十町でございます。吉直はちょっと口をつぐんだ。 喧嘩に答えられるとは思わなかったのである。それでしばらくトウクロウの顔を見守っていたが、では、岡崎城の石垣に用した石の総数はどうだは、トウクロウは瞬きもせずに、櫓下を覗きまして、総数二万七千八百個ほどの石を持って築いてございます。 なかなか詳しいなでは堀の深さは常の水位一畳三尺と心得ます矢作川に架けた橋の数はどれほどか八峡十七都線にございます吉南はぎろっと目を光らせながら金田か、 表を上げい。と決めつけるように言った。今まで申したことは全部でたらめであろう。どうだ。いかにも、東九郎は平然と、仰せの通りみんなでたらめでございます。こう答え、平然と吉南を見上げていた。あまりに人を食った態度である。 吉直の眉がピクッと見えるほど引きずった。はじめからでたらめを申すつもりだったのか。それとも存ぜぬゆえ、いた方なく申したのか。喉元へ白人を突きつけるような調子だった。恐れながらお尋ねの上々くらいは岡崎の家人として、 存ぜぬ者は一人もござりません。もちろん、初めからでたらめを申すつもりにて、お答えつかまつったのでございます。それとも、右用の儀につき、いちいち真実を言上つかまつるものとおぼしめしでございましたか。橋、渡り船、白堀の新船は、上郭の機密である。 誰がそんなことを本当に言うものか。そういう意味が、東九郎の美羽にありありと見えた。将軍家光に対してさえ、無駄とは譲らぬ吉直も、東九郎の反問には、元苦に窮した。なかなか申すの。吉直は、にっと笑いながら、 役目大義であった。金三郎、相手して取らせろ。そう言って座を立った。五。東九郎は、それから酒を強いられた。主豪の者のを揃えたと見えて、七八人いた若侍たちが、入り代わり立ち代わり相手をする。 負けてはならぬと思って片っ端から引き受けていたが、さすがの彼もついには泥酔し、十二時の時を聞く頃には、もうその座にいたたまれなくなった。もはや一滴もなりません。明日のお役がございますから、これにて。止められるのを振り切るように、よろよろと唐九郎は立ち上がった。 待っていた菓子たちに左右から支えられながら外へ出ると、老けた町筋は昼を欺く月夜だった。主従四人は己たちの影を踏みながらひっそりと寝静まった町を半丁余り黙って歩いたが、ふと徳郎が歩みを止めて、やごろう、松之丞、よれ。 と低く呼んだそして二人を近く招いて口早に何事かささやいた「はっ心得ました」彼らは表を引き締めた「すぐ参れ抜かるな」二人は袴の桃立ちを取りながら長家の軒先伝いに今来た方へ走って行った屋敷へ帰った藤九郎は 着物も脱がず、居へ入って青の毛に倒れると、そのまま歓声高く寝込んでしまった。叩きのめされたようにぐっすりと眠った。明け方になって、焼けつくような喉の,の渇きに目が覚め、枕元の水を飲んでいると、庭の方で松之丞の声がした。 トークロウは起き上がって廊下へ出た。まだ酔いが覚めていないので、ひどく足がふらついた。松之丞か。暗い庭の方へ呼びかけると、下柱を踏み砕きながら松之丞が走ってきた。どうだ、何も変わりはなかったか。はっ、ただいままで見張っておりましたが。 何事もございませんでした。八五郎はどうしたもう戻る頃だと存じます。一緒ではなかったのかは、念のため、同心型の縮小を見てまいると申しまして。言いかけて、松之丞は振り返った。く九郎も裏門の方へ目をやった。 誰か走ってくる足音がしたのである。それは、貝塚弥五郎だった。黙って縁先まで走ってきた彼は、そこに主人の姿を見出すと、息をあえがせながら、申し上げます。老心方の宿所裏手より、牙にて一人出たものがございます。いずれへ参った。外堀に沿って、 まっすぐ矢作川の方へ勝ってまいりました。トウクロウの水眼がきらりと光った。彼はきっと仰天をねめ上げたが、よし、松之丞、馬引け。そう言って体験を取りに戻った。矢五郎を共に馬を飛ばして屋敷を出たトウクロウは、まっすぐに 矢作川の堤みへ出ると、ほのぼのと薄明かりの動き始めた下半を透かし見ながら、馬速を緩めて川上の方へ打たせていった。こうしておよそ十二三丁ほど登ったとき、ああとご五郎が低く叫びながら、手を上げて川の上を指さした。渡っております。 二人のいるところからさらに半丁ほど上にあたって、今しも馬で川を渡してくる者の,の姿が見えた。トークロウは直ちに馬を降りてヤゴロウに預け、包みの下に隠れておれ、出るな、と言って走り出した。よほど馬術に優れたものと見える。 川上の方で四五日豪雨が続き、川は水かさも増し、流れも常より激しくなっている。その流れを巧みに乗り切って、疲れた様子もなく浅瀬へと上がってきた。もちろんこちらから渡って、また渡し戻したものに違いない。岸へ乗りつけると馬を降りた。 そこには、かねて着替えの包みが置いてあったのである。トークロウは、包みを駆け下りながら、何者だ、と叫んだ。不意をつかれて、相手は愕然と身を開き、今取ったばかりの体験を拾った。トークロウは、その面前へ詰め寄りながら、気候今、この川の背踏みをしたな。 相手は飛び出しそうな目でこちらを見た。何者だ名乗れ。せ、セブミではない。相手は下のこわばった声で叫んだ。拙者は終わり家の家臣だ。水場の稽古をしに参ったのだ。誰の指図でもない。馬術の稽古をしていたのだ。 それにしては場所が悪いぞ。東九郎はそう言いながら体験を抜いた。矢作川は岡崎の妖怪だ。いや、江戸幕府を守る妖怪なのだ。その背踏みをしたからは、たとえそれが大納言家の申し付けだとしても、生かしてはおけぬ。抜け相手も逃れぬ場合と覚悟していたらしい。 トウクロウが抜けと叫ぶより早く、いきなり真っ向から抜き打ちを仕掛けた。いてる明け方のしじまを破って、つんざくような絶叫が飛び、灰色の空に健康が走った。しかしそれは一節なのことで、トウクロウの剣が大きく一閃したと見ると、相手は悲鳴を上げながら、 横ざまに川の浅瀬へ点灯した。遠九郎は大股に近寄り、差し添えを抜きながら、ぐっと相手の濡れた襟紙を取った。六。大納言吉直の行列が縮小を発したのは、その朝の八時であった。家老、町奉行らは、 連雀町まで見送りに出たが、東九郎の姿は見えなかった。かくて行列は城下町を抜け、縄手道にかかったが、どうしたことか不意に乗り物が止まってしまった。どうしたのだ吉直の声で使い番が走っていった。彼はすぐに戻ってきた。 申し上げます。お友先の道端に、さらし首がございますので、取り除くよう掛け合っております。今しばらく。さらし首だと吉直の顔色が変わった。するとそこへ、友頭がはせつけてきた。申し上げます。なんだ吉直は身を乗り出した。 お行列道筋に晒し首がございますので、取り除くよう厳重に申し断じましたるところ、岡崎家臣、金高東九郎なる者まかり出て、大砲を犯したる癖者の晒し首なれば、取り除くこと叶わず、立って所望なれば、押し破って通られようと申し、鉄砲三十丁、ひなわをかけて動きませぬ。 いかがつかまつりましょうや。金高金高と申したか。吉直は唇をかんだが「よいそのままやれ」。そして行列は動き出した。縄手道に高くさらし首をかけ勝ち組30人に鉄砲を持たせて2人の番頭が警護していた。 一人は川越武右衛門。一人は金高東九郎。かけた首は言うまでもなく矢作川の背踏みをした美宗家の家臣のものである。静かに行列がそこへ差し掛かったとき、吉直は乗り物を止めさせた。そしてぐっと身を乗り出しながら高く掲げたさらし首と、 平伏している警護の者たちを見合った。金高、表を上げい。激しい声だった。そこにあるのは、いかなる罪を犯した者の首か。またどうして世の通行に先立ってかけたのだ。死災聞こう。恐れながら、おじきに申し上げます。 徳郎もぐっと表を上げた。これなるものは今早朝、矢作川を馬にて背踏みつかまつりました。申すまでもなく矢作川は岡崎の要害。これなくして岡崎の守りはございません。これを背踏みされ平地のごとく愛なりましては。 岡崎一条あって飼いなき主義となります。よってすなわち打ち止め、用害を探る大罪人として、これにさらし首つかまつりました。また、大納言様を道筋にかけました司祭は、と言いさして、東九郎はきっと吉直を見た。この者自ら恐れ多くも、 美州様ご家中なりと名乗りました。身体旧してのたわごととは存じましたが、万一にも事実なれば天下の大事上無礼をも帰りみずこれを晒し、恐れながらご尊願を怪我しましてございます。この印、誠ことご家臣にございましょうや、否や、徳とくとご尊顔を願いまする。膝詰めに、 のっっぴきさせぬ言句だった。後ろには川越武右衛門はじめ勝ち組三十人が鉄砲を構え諏訪といえば切って放たんず意気込みである利妃は明白だこれ以上何かするとすればそれは合戦である義直は突き上げてくる怒りを懸命に抑えながら 見知りはない。と一言、乗り物やれ。そう言って顔を背けてしまった。大納言吉直はこうして岡崎を去ったが、その後で死災を聞いた老人たちは驚き、すぐ遠く郎に謹慎を命じた上、江戸表へ休止をもってこれを報告した。 剣持忠義からは折り返し死者が来た。童心たちへは何という向上だかわからない。遠く牢へは墨付きだった。それには次のような意味が書いてあった。申しつわすこと、その方に地層版を命じたる司祭、今こそ合点参りたるべし、良き仕方なり、 褒め取らす。余が帰国まで、その心へ怠るべからず。トーク九郎は、はっと目が覚めたように思った。自分を地層版に選んだ主君の真意が、今初めて分かったのである。ダーン。いつか鉄砲窓場で、頭上に炸裂した主君の鉄砲の音が、 まざまざと自邸によみがえってきた。彼は墨付きをおしいただきながら、とのと言って平伏した。